ここはカナダの東の最果て、ニューファンドランド島ボナビスタ。なんとなく移住し、築123年の古民家を500万で買ってしまい、原田は一人リノベーションを始めた。そして絶望を見ることになるのである。これはそんな原田ハウスのお話。はい、やってまいりました。5月31日、バスルームからお届け、原田です。昨日ね、これやってる途中で、やはり子供たちがわちゃわちゃなってですね、作業どころじゃなくなってしまって、なんともう次の日になってしまってます。で、僕勘違いしてたんですけど、今日まで向こうの家住めると思ってたんですね。5月31日までっていう。でも普通引っ越して31日にしますね。だって明日からここだつもりだったけど、でも家賃を払うのは今日までなわけですからね。ってことは今日でなきゃいけないのかな、向こうのアパート。もうちょっと頭がこんがらがってしまってですね、急に仕事とかも始まっちゃってんで、全然こう頭の整理ができない状態でございました。でもはっきりと言えるのは、今日ここに来なきゃいけない、そして今日この水を確実に直さなければいけない。まあそんな感じで、僕には全然時間がないでございます、今。とにかくこいつに集中してね、うまくできなかったんで、結構難しいんですよ。そんな感じで、まいります。Harada House。 まあ難しい、これは。うまくね、つなげられないけど、まあほぼほぼ止まった。ほぼほぼ止まったじゃダメなんですけど。てかね、ここの他にもね、漏れてるところがあって、水系統じゃなくてお湯系統の方で、あっちの奥からバッシャーって流れで出てきました。もうこれね、反対側の壁ぶっ壊すしか方法がないっす。 ということで、家を壊すことになる、また。ほら、こっちに水が染みてきてんですよ。ね、ホットウォータータンクの水が来ちゃってる。最悪だ。原田、完全にやらかしちゃってます。今日から住むっていう日に、とんでもねえとこれ取っ払わないと、こう向こうのパイプ見えないんで。早まった、完全に引っ越しの日やばすぎる。だってここ壁ぶっ壊さなきゃなんだよ。マジかよ。これあれかな、半分かな、ね、全部じゃなくてね。そんな気がしてきたな。今のこうエマージェンシーだから、これくらい見えればいいの。半分かもしんない。ちょっとそうしようかしら、試しにね。もう嫌なんだけど、本当に。やべえ、フェンスここを切って貸さないと見えないんでね。それです。また家壊しだよ。どこくらいまで繋がってんだろう、一枚壁。草。もう今やることじゃない。あ、こういう感じでやっていくか。あ、なるほど、分かった。パイプやる用だから、ちっちゃく前にもやってるんだ。くそー、え、これも取った方がいいのかな。もう一個上まで、どこまで行っちゃうんだろうね。あ、ここだ。このパイプがね、全く意味ない状態だったってことですね。なんで外れてるんだろうな。これはダダ漏れでした。でもこれだけでいいのか、ひょっとして。ここだけと信じたい。はい、もう一個の問題でございます。こっちホットウォーター系統、これでね、こう外れてた。 だから水がバッシャーって、もうダイレクトに。だよ、それなんでなの、なんで外れんのかな。普通に考えて外れねえけどね。これを塞ぐ、まあでもこれはまだ簡単というか、そんな気がするから、ちょっとやってみます。ハーハウス。はい、もうぐちゃぐちゃっす。もうね、ここくっつけた。で、ここパイプ割れてたんですよ。だからこれジョイント持ってたから、ここくっつけた。で、やっぱここちょっと水出てくるんですよね。ここ難しい。ここをフィックスしないといけないのと、ここ OK ってなったと思ったら、今度この裏に穴があって、割れてるところがあって、ここ今度塞がないといけない。もう意味がわからない。ここからプシャーできましたからね、今。だよ、これ。はい、パイプと戦っております。 あのね、漏れまくり1、2、3、4、まあ3箇所直したとこっすね、4箇所目。もうね、
これが足んねえ、あれが足んねえっつって買いに行って戻って買いに行って戻ってみたいな。だって見えないんだもん、見えないところが漏れてんだもん、割れてるし、パイプもう嫌だっすね。これでピチッと決めれたらね、もうねバシッと決まるとこが決まったんですけど、できない俺うまく。なんでもう作戦変更、全部もうジョイント、こういう T 字のやつとかも切って、っていうこっちのねプラスチックみたいな方のパイプに切り替えて、ジョイントはイージーにガチャって止めるやつ、この溶接みたいなのね苦手すごく。はい、今日引っ越すんですよ何やってんだ俺、まだ全然繋がってないし、荷物も片付いてないし、掃除もできてない。こんなに漏れるんですね。パイプがやっぱ人住んでないと破裂しちゃうんですね。割れまくってましたよ、いろんなとこからダダ漏れだったし。こうサイズを切ってヤスリでカリカリってジョイント部分削ってですね、うまくはまるようにして、慣れてきたんですけど、別にやりたくない。これマジ嫌な、水とか電気、水嫌だ。電気の方がいいのかな、水めんどくさいですよね、ビチャビチャになるから。ほらこういうのでカチッて止める部分と囲ってはめる部分ね。あっ、これでジョイントすると。引っ越しの日にこんなことやってるってもうおかしいよね、完全にしくったよな。なんか他の場所の水は大丈夫っていう風に勝手に思い込んでたから、もう水はギリギリで住むちょっと前に通してそれでいいやって思ってたの。そしたらとんでもねえことなんです。昨日から水とパイプと一緒になんかじゃれてるんだよ。これで治んなかったら相当へこむかもしれない。一応やりました。ご案内したのこれで止めて、この T 字がもうおかしなことになってたんで、これとこれジョインさせて、でこっちの奥のここにもねこうつけて、これですね。であとこの L もぶっ壊れてたんで、これでジョイントして、でここも割れてプシャーって出てたんで、この子で塞いでるっていう感じで、今まででかいリークがあったところは全部今塞いだことになる。今水出してみようかと思います。はい、ちょっと行ってきます。ここで今設置してるんで、バッて行って、漏れてたらこう見えるから、ちょっとオンにしてくる。原田やりました、多分塞いでやった。やったらマジめんどくさかった、これ。 OK、 この問題解決しました。あとはちょっとホットウォータータンクのところでちょろっとリークしてるんで、そこだけなんだよな、そこを直したい。そこでやったら全部終了、多分水はね。はい、これです問題。ここはすごく問題ですね。ここに水が来ちゃってるんで、ここでカットしたいんですよね。そしたらバシャーってなるの、まあ目に見えてんだよ。バケツ4つでこうやってやるのかここがもうやばいから、これをもう元を変えてシンプルにつなげたいんですけど、僕はね。それが果たしてできるのかと、まあ、おかしいんですよ。もうこれの家のこいつを取り付けたやつが悪い、変、もう仕組みがめっちゃポタポタ水出てきたら難関です、ここ。いやだ、びちゃびちゃになる。せっかく床作ったのに水浸しっすからね。もう順番がちょっとね違ったんだよ。やるしかない。やべえ、ちょっと怖いな。大惨事がもう目に見えてるというか、ここかな、ここカットしちゃおうか。いや、びちゃーってなるんだろうな。やだ、切っちゃうよマジで。絶対やばいもん、怖い。これぞ、あ、来た来た来た来てる来てる、ほら、あー、やべえ、
ほら、絶対こうなるよね。うわぁ、やべ。ほら、鳴ったー。なるでしょ、そりゃそうだよね。まあ、OK 範囲だな。はい、消えた。はいはい。ああ、もうびちゃびちゃ。マジで勘弁してくれ。いただきました。ちょっとこれで水出してみますまたどっかから漏れないといいけどね。ここだけちょっとポロポロ出てるけどね。これは後で大事じゃないんで。今すべて開きました。もうプシューとかいう音が聞こえないから OK なんじゃないですか。ちょっと向こうを向けチェックしてきます。怖いから。はい、これ今直したところです。これね、シンプルに繋いだだけなんですけど漏れてない。大丈夫でしょう。出ます、水。そしてこのクソヤバかったところ、一個漏れてない。直したってことになります。やったー。原田です。やりましたよ。水が繋がった。ちゃんと漏れてない。もうやだ、本当に。でも OK です。これね、ホットワードタンク今作動してちゃんと温まるかどうかもそれをチェックしてお湯が使えるか使えないかなんですけど、とりあえず水はもう全部漏れずに行き渡った。よかったということですね。もう夕方5時くらいなんですけど、引っ越し掃除しなきゃ。今日からここに住みます。子供たちはね、もう相当嫌がってる。そりゃそうだよな。何一つ整ってない。でもね、インターネットはね、明日すぐにね、使えるようになりそうなんですよね。ここのが正常に使えているのならば、つなげるだけで使えるようになるって言ってたから、水とインターネットさえあれば普通に生活できるわけですよ。ついに原田ハウス5月31日今日からどうやら住むことになりそうですね。まだいっぱい運ぶもんがあるんで、これからちょっとあっちの家戻って引っ越しってやつですかね。そばがないんですよね。そんなことは言ってる場合でもないか。ちょっと引っ越ししてきます。原だけ君たち引っ越しだよね。ニタ君ちょっと熱あるんだよな。もう寝よう。ニタ君抱っこだ。はい、おいで。はい、よいよ。大丈夫か。そのまま上だ、上。よし、ほら、家だぞ。どう、家だよ。すげえだろ。これが君たちのお家だよ。よし、上に行こう。トイレも使えるんだぞ。ここはね、靴を脱ぐ。とりあえずここが玄関だ。ほら、兄さん行ってごらん。うん、ほら。君たちの新しいお家だ。ただ、ファイブあるてる。そんなに悪くないだろう。ファイブあるてる。ファイブかよ。だって玄関が。暖房つけると寒い？寒い、俺も。ね、そんな感じで、5月31日、今日は原田ハウス。はい、行って。
原田ハウス。ハリタ、原田ハウス。あ、ごめん。オッケー、じゃ寝よ。おやすみ。ハラダハウス。どうもこんばんは。5月31日が間もなく終了するところでございます。今まで借りてたアパートの最終チェックです。もう荷物ないですよ。去年の10月にね、このボナビスタに来て初めての借りたアパートでございます。まあいろいろありましたね。最初ぐっちゃぐちゃでなんじゃこりゃってなってたんですけど、もう何もない。何にもない家ってなんかいいっすよね。結局一日中引っ越し作業やってました今日は。まあ水のトラブルがあったんでね、まあ時間かかっちゃったんですけど、まあよかったっす。無事に全部終了。いやー、これからが大変そうなんでござんすよ。借りてる家ってのはね、なんか問題があったらもう全部オーナーに言えばね、なんとかしてくれるんでね、そういう楽ちんなとこありますよね。これから全部自分でやんないといけないんで、今日だってもう水の配管とかあんな初めてやるんでね、まあいいですよ。めんどくさかったっすけど、次からねできるんでね、一人でレベルアップはしてるでございます。世話になったこの家に最後に挨拶に来ました。何にもない、ちょっと暗い狭い寝室、荷物置き場としてしか使ってなかった部屋ですね。キッチン、玄関。これから本当の原田ハウスの生活が始まります。とりあえず最終チェック終了したんで戻ります。ハーハウス。はい、帰ってきました。原田ハウスです。ついにです。1月のね、終わりくらいに買ったのかな。で、2月末からもう住むなんて言ってたらね、ちょっとおかしなこと始めちゃったもんでね、住めなくなっちゃって、もう5月末ですよ。3ヶ月ぐちゃぐちゃやってて、まだ全く進んでない状態でございます。でもね、住める状態になったんです。一応キッチンないけどね。でもキッチン代わりにここ、冷蔵庫と、とんでもないことになってますけど、ストーブあるんで料理はできると。食器とかもう洗面所。ちょっとルームツアーしますか。はい。リビングっす。やばね。でこれじゃ生活できて。今日の一大事件はここの水漏れだったので、もう壁ぶっ壊れてますね。でまあ完全にストップしてるから OK かな。やばいでしょ、ここで生活するんですよ。なんかぐちゃぐちゃだけど雰囲気があるというか、小道具屋みたいでしょ。ガラクタ置き場、リビングで、この半リビングみたいなね、まあ、一応ここで料理できると。これで、あ、ビール飲もう。これね、ブラックホース、ニューファンドランドでしか買えません。安ビールです。でもほら、取っとこうかなと思う廃材はもうここに今止まってるという。で、まあ、一応ここが洗濯ルームというか、乾燥機とね、洗濯機あって、洗面所水使います。見てください、バスタブめちゃくちゃ。ここをぶっ壊しちゃったから風呂使えないんですよね、ほら。こんな感じで、しばらくは下では生活しないという感じで、ここが玄関というか、2階はもう土足厳禁で、1階はもう土足で、ニコ君の部屋はね、まあ、暗いですけど、荷物置き場になっちゃってますね、今。で、これ僕の部屋っす。あら、マイルーム。ここもぐちゃぐちゃっす。でも自分の部屋がゲットできたら、僕ここで一人で寝るっす、これから。この人、キッズ。二人とも寝ております。ぐちゃぐちゃ、なんだこれ。ニタ君ちょっと風邪ひいてるな。寝てる。ニコはここにいるのか。どういう寝方なんだよ。これいた、よかった。でね、まあ、まなみさんの部屋かな。子供は俺の部屋か、まなみさんの部屋、どっちか選んで寝ることができるっていうオプション付きでございます。はい、どうでしょうか。とんでもないところに住み始めますよ、僕は。これ僕の初めてのマイホームってやつです。
絶望のマイホームでございます。でも今まで払っていた月750ドルっていう家賃を払っていたのがゼロになるんで、でここはねなんか土地税みたいなのあるじゃないですか、固定資産税みたいなやつ、年間300、400ドルだった確か。で水代とか年に1回その払うのだけだから月々の支払いがもう相当もう楽になる。だからそういう面ではちょっといいっすよね。なんか電気代とかインターネットとかまあ生活費かそれくらいですね。だからそのお金は最低稼いで、まあ今ちょうど僕仕事ゲットしたんでね、カニ工場でもガリガリタラバガニの足をガリガリやってるからそれをちょっと夏の間やってね、まあちょっと様子見ようかなと。ちょっと動画の編集とかリノベーションとかがねちょっと全然できないと思うんですよね。ペースが落ちるというか、もう生活リズムがうまく作れてないんで、まだ、まあ、どうなるかわかんないですね。まあ前進してるでございます。いい方向へ。多分ねこの家が ぐちゃぐちゃに崩壊しない限りは今年はなんかこう面白くなんじゃないかなと思うところでございます。そんな感じでこれからも原田ハウスリノベーションだけじゃなくて Vlog 的要素もうちょっと入れつつ面白おかしくやっていこうと思うのでよろしくお願いいたします。それでは皆様良い一日を。おやすみなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくな。